デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさんと姫さん、よろしくお願いします。3本目でやっとすんなり入ってきたね。おまあまあそんなもんじゃないか。ちょっとさ、はい、俺一つ思ったよ、姫さんのどこで会えるかを言ってないなって2本思ったんですよ。多分メンバー限定とかね、あと概要欄はねあれですけど、はい、ちょっと3本目ぐらいで1回ちゃんと紹介してもらう、自分のこと。あ、そうですね。もうそろそろ、はい、貴重な、うん、時間ですから、ぜひともこう広告してください。はい、千葉駅から徒歩5分ぐらいのとこから、ギルドバー森人っていうシューティングバーをやらせてもらってる姫です。よかったらシューティングバーやりに来てください。おお、なるほどね。身分としてはそっちなんだ、うん、ちゃんと千葉駅から約5分のところにあるギルドバー森人、うん、はい、の店主の人。そうですね、店主の人。店主の人、そう、店主でしょ。雇われ違います、違いますそういう言い方するのかな、エルグって雇われのエルグって仮暮らしみたいになっちゃってる。そうそうそうちょっとここで商売させ、不動産と大変だっただろうなと思ったら、あ、そう、店主でいいのかな、はい、そうですね。行くと会える、ドキドキ会えます。え、全部の日じゃない、全部ではない、全部ではないです。今のところ金土日でしたっけ、あれ金土土曜日だけだ。あ、そうです。今あってるけど大丈夫、大丈夫。金土です。また天からの声が入るんじゃない、うん、危ない。金と土曜、金と土曜ですが、じゃあサバゲー前の前日とかサバゲー後ちょっと行って、お客さんがめっちゃ増えたらもうちょっと営業時間伸びるんじゃないですか、うん、もう毎日100人ずつ来てくれれば、うん、どんどんそのね、ポータルで、いや、そういう新職行為はダメだよ、やっぱダメ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 。なんでもうちのね社長が迷い込んだと、森に迷ったんじゃん、あれ言ったんだよ、エルフ見てーっつって言ったんだよ、うん、あれ下心で言ったんだよ、どこだどこだと。そう、エルフって見て見てーっつったらそうなったら、そういう感じだったんだね。あ、下心ですよ、あれは完全に。俺も下心で行きますもん、そういう時は下心ですよ。そんな可愛いお姉ちゃんと会えるんでしょ。男の人もいます男性のエルフもいる、男性のエルフもいます。あ、そうね、平等です。平等ね、うん、そうだねつまらなそうですけど、いやいや男性だっていますよねそれは男性上手、はい、まあぜひね、調べて、うん、お近くの方じゃなくても、はい、全然来てね、いただければ。 JR ですか。そうですね、京成と JR が、京成と上田と、そう、京成だと上でモノレール、千葉駅、千葉中央駅、そうです、どっちからでも近いです、アクセスできると。ぜひね、パドックから帰り行くって言うとなかなか方向がね、パドックからだとちょっと電車も車もちょっと方角があれですけどね、まあ千葉の方、奥の方で遊んだら、うん、ではジェロニモさんとか南の方ですね、千葉の南で遊んだら帰りがけに寄ってもらう、帰りがけに寄ってもらうといいのかなと。とってもいいですよ、ぜひね、うん、じゃあもういいや、この質問も行くんだけど、ちょっと質問の人知り合いで友達だから、これも長いからね、まあ、うん、僕もう覚悟してるから何がいい、森人行くとやっぱ、うん、仲間ができます。うん、仲間ができる、いいね。どの辺の仲間、サバゲー仲間ができるし、うん、そこで仲良くなったり、サバゲーなんだとなんだとそうです、ちょっとそれなんだと、そう、なんだと、うん、そうです、仲間ができて、仲間ができて、で初心者の方にも丁寧に教えられるし、すごくおすすめだと思います。へえ、コミュニティがね、作る場所に利用できますよっていうのは、姫がまともな時に聞きました。そうです、
あの動画前姫野の時に来ました、うん、コミュニティを大切にするようなお店になってて、いろいろとあの遊び方も分かんなかったり、お酒の飲み方が逆に分かんなかったりすると、いろんなねお店行ったりとかあるんでしょうけど、まあ気の合うミリタリーの人たちが好きな人たちがサバゲやった人たちが集まるお店が結構テーマだったりするので、行ってみてもらうと本当に、まあ一人で行っても姫がいたらちょっと話ができたりするのかなと。姫がポータルで帰ってたらいないわけですよ。そしたら男のエルフの方がしっかりと対応してくれるわけですよ。何名かいらっしゃるそうですね。そうですね、はい、エルフ飼ってるんですか。そのエルフ雇ってますね。店主じゃんやっぱり雇ってます。雇ってる。あそうなんです。そうです。じゃあ誰かしらは必ずいるぞと。そうです。ハズレの日ってあります？ないですね。あいいことです。じゃあいつ行っても大丈夫。そうです。ハズレありますって言うのもそれはそれで問題だったので、うん、そうカットになるんですけどいやまあぜひね皆さん、はい、ご利用いただいて楽しんでもらえればと思います。やっとね、はい、3本目で誰だこいつだってのが。でもまあ今後またもうちょっと分かってくると思いますんで、別の回でね、今日はね一緒に答えてもらってますけど、はい、はいはい、ということでこのコーナー皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思っております。さて今回はメンバーさんからの投稿でございます。バックエイク不良中年さん、はい、はい、いつもありがとう期待に聞きたいということでね、うん、どうもデメちゃんが言う気の触れたおっさんです。本当にね、うん、エルフの村とかにねいそうなぐらい気触れてるから、そのうち多分現れるんじゃないですか、うん、ちょっとファンキーな感じで、ね、気の触れてるなと思ったらこの人だと思ってください、はい、あのとってもねハードボイルドっていうイメージはあるんですよ。うーん、話すとダメなんですけど、あのぜひともねお店に伺わせてもらうかもしれない、はい、簡単にできる金属パーツ部の色修正の仕方についての質問です、はい、ハンドガンとかのスライドストップや前後サイトの角1911系ならグリップセーフティーとか使ってて金属パーツ部が剥げてきますが、簡単な修正に何を使えばいいですか、うん、気の触れたおっさんは名前書くような黒マジックペンで擦れた箇所塗ると赤みの浮いた黒になり、うん、より使い込んだ、自分の米国の試写場に射撃場に預けている実銃っぽくなり好きなんですが、結局すぐ剥げて、はいはい、自宅裏の、板金屋で自動車の塗装用タッチペンも相談して使ったら、今度は被膜で動きが悪く、ゲロちゃんにと、ゲロちゃんっていうのはうち の, あのハンドガン担当でございます、はいはい、に、喫煙所で聞いたら持ってきてください、染め直しやブルーイングまたは焼き付けしますよと言われたが、手軽に修正できる優れものはないですか。長くなると怒られるからこの辺で、意味不明でしたらメールください。これからも頑張ってね。来年還暦迎えたら不良中年から徘徊老人に名前変える予定のおっさんより。でも今もう不良中年じゃなくて結構徘徊老人、徘徊しちゃいますよね、うん、いろんなとこ、そう感じのいい徘徊老人だよ、うん、で、これ皆さん結構思ってる人いるんじゃないかなって、ハゲた色が、はいはい、毛じゃないよ、ハゲっていうとうちすぐ敏感に反応するけど、ね、こっちはうちどうにもなんない、うん、頭皮はいや、ジェミさん、剣山ってこう刺激、あのちょっと電気を与えながらそう生えてくるよね、真っ赤になりながらね、はい、で、銃のハゲ、はい、こっちに関しては塗装ね、塗装、パターンいろいろあると思います。その剥がれてきた方が味があるんだよっていう人もいれば、使い込みのね、うん、跡が出てきて角のエッチング綺麗に落ちてるからこっちの方がかっこいいよっていう人もいる、いやいやもう出来上がった状態で綺麗なまま置いておきたい、でもなんかちょっとホルスターに入れて擦ったら擦り跡ついちゃったっていうようなケースがあると思うんですが、これ塗装って非常にデリケートな部分があって、厚く塗れば動かなくなっちゃうんですね。その分厚くなると塗装被膜っていうのができるので、その塗装被膜のせいで動きが悪くなっちゃうので、塗装は一長一短にいいとは言えないんですけども、角の部分でちょっとすり跡がもし出たとするならば、おすすめなのがですね、タミヤから出ている艶消しの黒も、艶消しペンっていうのがあるんですけど、その黒で塗るとマジックと一緒なんですけど、かなり黒の光の部分、
テカリのクリアとか低いた部分がなくて、うん、スーッとツヤが消えるので簡単にタッチアップができるので、はい、その方がいいのかなと思うんですけど、パドックの中古品とかでスリがあったりするとそのタッチペンを1回塗ってあげるとかなり消えたツヤ消しになったりして、うん、見た目を維持できると思います。でそれでももちろんダメだよという方はブルーイング液とかがですね、今アルミのは売ってないんですけども、スチールとか真鍮系の、うん、ブルーイング液はあるんで、角部分を塗るくらいだったらそれでいいと思います。全体塗るのはブルーイングはやめた方がいいと思います。あの失敗する率が高いですけど、角をちょっとやるくらいだったらブルー液で構わないと思いますし、マジックでやると紫色になりやすくなっちゃうので、うん、マジックあんまりおすすめしないので、タミヤの BXF1 とかいうですね、ツヤ消しのペンというのがプラモデル屋さんにありますので、ここら辺を使うと綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。他にね、そのサビが広がらないとか塗装が剥げないようにするっていうんだったら、その角の尖ってる部分を軽くやすってあげるとベリベリって剥がれるのを防げたりするので、そこはうまく対処してもらうのがいいかなと。個人でも手に負えなければこちらに書いてあるより私たちのお店に持ってきてもらった方が、しっかりと対応できるんじゃないかなと。ちょっとメニューとしては多分載ってないんで、まあ、まずはご相談いただいて、ここなんだけどってね、うん、見せてもらえれば、ああじゃあこれだったらこれがいいですかねとか、うん、まあその場でねちょっと見させてもらう形になると思いますけど、絶対ブルーイングだとかはないです、ね、いうことじゃないんでね、ペンでタッチアップでも十分です、うん、まあね、ここでも書いてあるけど黒いマジックペンでちょっと赤み、まあ、紫っぽくなるのもちょっと味だって思えるんだったら、うん、全然あり、まあ、それはそれでありですからね。それはもう本当に俺もめんどくさいんでそっちですよ。いやちょっと錆びないところだったら、うん、本当にすっげーね色が取れちゃってっていうのは塗り直した方が早いかなと思うけど、端っことかねちょっとしたところはもうマジックペンでもいいんじゃないっていうぐらいで、ここで今姫安心してるでしょ、ね、私には来ないなと。来るんですよ、何でもほじくり出しますから。どう行くんですか姫は。銃に傷つくのは受け入れられる人ですか、もうあるべき姿ですか、それとももう綺麗に整形しておきたいとか。綺麗とかはないですね、やっぱ味がある方がちょっとベテラン感があって、ベテラン感すごく好きです。1年目サマゲン1年目ベテラン感そうだね、いいんじゃない、ベテラン感あるね、確かにピカピカだとね、まあなんかね、うん、あ新人さんだなって思っちゃうもんね。でもお使いいただいてるねクルツなんかは逆に樹脂のパーツが多いから、あの、まあ、そんなに、まあ、そう色が剥げるってことはほとんどなくて、うん、傷はねそうそうついてきちゃうけど、へえ、傷結構あるかっこいいなと思います。こう使い込んでた銃でサバゲーしてる人とか、そうですね、結構銃見てもらうことがあって、結構キメラなので私の銃は、うん、結構、うん、エルフでキメラなんだそうです、持ちやすく、うん、で結構かっこいいね、あれカスタムされてないそれさっき羽根がだいぶでもあれですよ、ドットライトはついてない、うん、ついてない、そういうのついてないけど、キメラそうです、グリップとかが変わってるんだっけ、結構パッと見わかんないどこの銃って聞かれるとき、それもクルツじゃないねどこの銃って言われたらクルツじゃないね、ちょっとわかりにくい、もうそれだけで素人感はもう完璧にないない、うんね、その、うん、普通クルツっていうとみんな思い浮かべてるクルツ、うん、あこうだろうなと思って、うん、これクルツなのっていうふうになってる時点で、まだストックはついてないんだよね、ストック、うん、肩にある、肩にこうあつかない、邪魔ですね、うん、邪魔だからそういうクルツってちっちゃいのになってるんだもんね、そうです、うん、いやもうあの僕はねやえていたよ、肩にはつけろって、も僕もその派ですからね、まず肩につけろって思う、ね、もうエイム精度を上げるためにはまず肩をちゃんと当たらないとかいうのは肩がちゃんとついてないからだって、当たる時の精度もね、こうここに当たるのは普通、うん、この中のここに当てなさいってピンポイントで当てられるようにする、うーん、肩につけてしっかり打てるかどうかがやっぱ大切だからね、ま、もうエルフ訓練に入れていいよ、肩をちゃんと入れる、それは大事ですね、ちゃんと構え方は初めての人ほど俺はこれをおすすめしたい、しっかりまずは構えたら独自でいいから、その後って、ね、基本知ってりゃなんか迷ったらそっちに戻りゃいいんだからっていう、うんうん、ってだけなんだよ、だから姫が言ったこう体を向けて打てるんだったらそれに越したことはない、当たるんだったらそっちの方がいいっていう、うんうん、ただね、漏れ人言ってさあーこうって言われたら、いや難しいですね銃を持ってでしょ、うん、こううん、そうじゃなくて基礎を教えろって言って手首だけね、ある人はこうこうやっちゃうかもしれない、こうって言ったら、まあ、それでも当たるんだったらいいですよね、まずはね、せっかくそういうコミュニティがあるんだったら、
姫が私は念力を使ってるからあたりでまずはこうちゃんと考えた方がいいよなんて教えてもらった方がありがたいよね、うん、そうだね、うん、もうギリ全員来てたらみんなとりあえずギリを売るのをやめろって言うけどねそれしかいなくなっちゃう、うん、はい、ということで、参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメウラに聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメウラが動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。